方から県民の皆様へのメッセージでございます。本県の新型コロナウイルスの感染者数は昨日までで494名となりました。最近では県内で新規感染者が確認されない日も散見されるようになるなど、感染状況が落ち着きつつあるかと思いましたが、9月5日土曜日には富士市において本県10例目となる新たなクラスターが発生いたしました。現在確保病床数は277床でございます。それに対しまして入院者25名、うち重症者はお二人、確保宿泊療養施設は中部および西部で223室ございますが、それに対し入所者はゼロです。また入院等調整中が4名となっております。そうしたことで医療提供体制は十分に確保されておりますけれども、複数のクラスターが同時に発生しますと病床等が逼迫する可能性もあります。県民の皆様におかれましては、生活環境のあらゆる場面に感染機会があるのだということを念頭に置いてくださって、引き続き日々の感染防止対策の徹底をよろしくお願い申し上げます。